全米史上最悪といわれるロサンゼルス暴動から30年を迎えました。今も多くの人が激しい人種間対立がいつ起きてもおかしくないと危惧しています。都市対立関係によって個人と各国住民が一緒になって沈黙を利用させています。1992年のロサンゼルス暴動は、スピード違反した黒人男性が警察官に暴行されたことを端に発して、人種差別されていた黒人の怒りが爆発しました。対立関係にあった韓国系の商店を中心に、4500店舗が略奪され、およそ3600件の火災が発生し、63人が死亡、2383人が負傷しました。現在も人種差別はなくなっておらず、ロサンゼルス市民の 68% が今後5年以内に同じような暴動が起こると危惧しています。